どうもこんにちは、モンブランです。今回は DIY でブレーキパッドを交換します。4万キロほど無交換でした。私は整備士ではないので雑な部分はありますがご容赦ください。それでは行ってみましょう。ジャッキアップ、タイヤは外し済みです。キャリパーのボルトを外します。片方だけで良いみたいですが作業しにくいので私は両方外しました。キャリパーを外したら避けておきます。古いブレーキパッドを外します。板バネで押し付けられているだけなので強く引っ張れば外れます。板バネも外して掃除しておきました。ステンレス製ですがもらい錆がありました。ワイヤーブラシで擦っておきました。ブレーキクリーナーでキャリパーサポートを掃除しておきました。どこまできれいにするかは自分次第です。板バネとブレーキパッドが収まる箇所は掃除しておいた方がいいと思います。板バネを戻します。当たり前ですがバネなので反発します。なかなか入れづらいです。ブレーキパッドを取り付けます。取り付け部やキャリパーの爪部、ピストン部などパッドに当たる部分にグリスを塗ります。パッドに付属してくるのですが私はいつもワゴーズのブレーキプロテクターを使っています。パッドを取り付けます。両側から同時に挟み込むように取り付けると取り付けしやすいです。ブレーキピストンを戻します。ピストンやブーツを傷つけないようにウエストをかぶせてウォーターポンプフライヤーで挟み込んで押し戻します。残念ながら肝心な部分が見切れて取れていませんでした。ごめんなさい。別の車のパッド交換もやっていますので確認したい方はそちらも見てください。ブレーキキャリパーを戻します。差し込んでボルトで固定します。ブーツ側のナットが共回りする場合がありますので、その場合はナット側をスパナなどで固定してボルトを固定します。これでフロント側は終了です。続いてリア側のパッドの交換をします。キャリパーのボルトを外します。ラチェットが入る隙間がないのでメガネレンチを使いました。こちらも片方だけでいいみたいですが作業しにくいので私は両方外しました。キャリパーを外したら避けておきます。古いブレーキパッドを外します。板バネで押し付けられているだけなので強く引っ張れば外れます。
板バネも外して掃除しておきました。掃除したら板バネを戻します。フロントよりは入りやすかったです。ブレーキパッドを取り付けます。パッドやキャリパーには接触する箇所にフロント同様なぎ止めのグリスを塗っておきます。ピストンを押し戻します。リアピストンはピストンツールが必要です。ピストンツールをラチェットハンドルにセットして締め方向に回すとピストンが戻っていきます。勢いよくやるとブーツが傷ついたりよれたりしますのでゆっくり回します。ピストンツールは概要欄に Amazon リンクを貼っておきます。ブレーキキャリパーを戻します。差し込んでボルトで固定します。ブーツ側のナットが共回りする場合がありますので、その場合はナット側をスパナなどで固定してボルト固定します。今回交換したのはこちら、ディクセルの ES タイプ ZC33S 用。詳細は概要欄に Amazon リンクを貼っておきます。ということで、無事交換できました。ブレーキは安全に関わる部品なので、点検はこまめにしましょう。また交換は自己責任でお願いします。自信のない方は自動車工場にお願いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたな。